ってことは何これ幻の茶碗何本物なの食べてたお前空振りばかりのイカサマ小物商が見つけたあった幻の利休の茶器のはずがえ巡り合わせか出会ったのは落ちぶれた陶芸家譲り状は本物白脇も本物茶碗はないでよく考えろよあと茶碗が揃えばゼロの数が違ってくんだろアホだなあんたいきなり来てすき焼き呼ばれてる人に好きかって言われて悔しないん絶対に見抜けない岩物を作るちょっと待ってお前誰も見たことない利休の茶碗作ったら舌滑りのやつじゃ食うてみ酸っぱいやろ逆転さよならホームランかましたろ二人がついた真っ赤な嘘は50万700万2000万3000万8000万あの人文化庁の14億国をも巻き込む大騒動に岩物や先生には聞こえませんか利休の命のひとしずくが嘘つけあれカワウソと古だぬきのバカ試合や開運お宝コメディ嘘800役に徹してくれ命がけだ命がけずっと育ててなんで言ったの